皆さんこんにちは。今回もタイムズカーシェアのトヨタシエンタハイブリッドについて紹介していきます。グレードはハイブリッド X になります。この車両はミドルクラスの料金でレンタルすることができます。前回の動画では外装デザインや内装デザイン、使い勝手について詳しく紹介させていただきました。今回の動画では実際に走行した時の感想などについて紹介していきます。それではスタートです。ペダルレイアウトはこんな感じです。アクセルペダルは吊り下げ式です。左側にはフット式のパーキングブレーキが装備されています。実際に足を置いてみるとこんな感じになります。ブレーキペダルとアクセルペダルには程よい距離が保たれています。左側にはフットレストが用意されています。次は加速についてです。まずノーマルモードでの加速についてです。時速 2,30 キロ程度まではバッテリーのみで走行し、途中からエンジンがかかりました。加速が遅すぎたりキビキビしすぎたりする感触はありませんでした。程よい加速感と程よいアクセルレスポンスだと思いました。ロードノイズについてはある程度の速度まで加速すると少し気になりました。エコモードでの最初の加速では結構早い段階でエンジンがかかりました。しかしある程度の速度に達してアクセルを緩めればすぐにバッテリーのみの走行に切り替わります。カーシェアでは燃費を意識することはほとんどないと思いますが、やはりハイブリッド車でエコモードに切り替えるとバッテリーのみの走行への切り替えが結構多い印象でした。あくまでも一人で運転した時の感想になるのですが、街中で時速40キロ程度の走行ならエコモードで事足りると感じました。パワーモードの時はアクセルを踏んでも急な加速感は感じませんでした。ある程度の速度に達した時に後ろから強く押されるような感触でした。トヨタのハイブリッド車のコンパクトカーや SUV のようなキビキビとした加速感を求める方には少し物足りないかもしれません。ただしシエンタはミニバンなのでそもそも走りを意識するような車ではないと思うので印象が悪いとかは思いませんでした。減速についてはハイブリッド車ということもあってブレーキの効きは割と強めです。軽く踏めばブレーキがしっかり効くのでカシュッとなって効きが悪いと感じることはないと思います。ハンドリングのキレは結構いい方だと思います。少しハンドルを動かせば緩やかなカーブは十分曲がれるかと思います。逆にハンドルを小刻みに動かしたり雑に運転をすると車が左右に揺れやすいかと思いますので同乗者が酔わないように注意してください。運転席からの視界についてです。ミニバンにしては運転席の視点が低く A ピラーの太い根元の部分で視界が遮られるのが少し気になりました。サイドミラーと A ピラーの間は隙間が設けられていたのでそこは問題ありませんでした。横断歩道を横切るときは身を乗り出すなどして確実に A ピラーの死角に人がいないか確認した方が良いと思います。左側の耳たぶミラーについては大きさがかなり小さいので少し慣れが必要かもしれません。実際に使ってみた感想としては狭い道で車を寄せるときには非常に良い装備だと思いました。後方視界については2列目シートの窓がかなり大きくて視界が広いのと小さくはありますが3列シートの窓があるので室内が明るく見えて目視確認がしやすかったです。実際にバック駐車をしてみた感想です。バックモニターの大きさは十分な大きさで画質が良く、ガイド線についてはステアリングの動きと連動します。今回は広い駐車場だったので問題なかったですが、シエンタは全長が長いのでコインパーキングなどの狭い駐車場だと何度か切り返しは必要になるかもしれませんので注意しましょう。最後に便利装備を紹介します。まず全車速対応のクルーズコントロール、ステアリングの制御も自動で行ってくれます。続いてナビ連動のガイド案内、メーターの画面でも表示されます。最後はあまり使わないかもしれませんがナビのエネルギーフロー画面、ナビ画面なら大きな画面で見れますしアニメーション演出が綺麗に映る印象でした。今回の動画は以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。普段大きな車を運転し慣れない方でも割と運転はしやすいかと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。